はい、酒井養魚場さんの産経、4歳メスでサイズ72センチです。お願いします。はい、丸点模様のつけた、素晴らしい模様の産経です。丸点模様の鯉はですね、池を泳いでてもですねパッと目につきます。まあ、中には突きつけの鯉とか面かぶりの鯉とか、お好きなお客様もたくさん見えますが、丸点はですね、まあ、皆さんが大体、好んで好きと言われることが多いんじゃないでしょうか。この三家の一番の魅力はその丸点模様の後ろにですね、白地のところに、まあ、片隅ですね、素晴らしい片隅が出ているところがポイントとなります。いいですね。でしかも片隅がこの V 字のようにですね、切り込みがあって、ここも見せ場になってきますので、非常にこのポイントが高いです。ここの評価っていうのはものすごい評価高いんじゃないでしょうか。後半の墨はまだまだ完全には出ておりませんが、片隅と背中の墨が非常にいいものを持っておりますので、今後ここの、まだまだちょっとさっぱりしている部分ですね、ちょっと物足りないなっていう場所がですね、ここに大きな墨が2つ出ることによって、完成に近づいてくるんじゃないでしょうか。まだまだ若い現役の鯉です。今後5歳、6歳、7歳とですね大きくなってくるにつれてですね、素晴らしい産経になってくるんじゃないでしょうか。紅もですね乱れもなく、体型も全く狂いがない、楽しみなそんな産経です。はい、見ます。はい、丸点模様ですね。この墨がいいですね。しっかりいい墨が出ております。墨質自体もいいものだと思いますよ。はい、はい、紅もムラがない、いい色しております。若々しいですね。はい、お腹の方もたるみもなくですね、しっかりとしたボディです。はい、アップしたいと思います。肌もいい、そんな感じです。紅もですね、特に仕上げているわけじゃないですが、しっかりとした紅質です。はい、じゃあちょっと真ん中行きます。でしょうか。こちら酒井養魚場さんの産経、4歳メスサイズが72センチです。ぜひよろしくお願いします。